初めて来ます、こういうとこ。トイレあります？そこトイレだと思います。なんか雨なんで、こっちの方がいいみたいな。大丈夫ですか？あ、大丈夫。なんか、メニューとかあります？ハイボールあります。ハイボール2つとウーロン茶で。戻っちゃダメよ。飲めないとかお金かない。じゃあ、レモンチューハイ。お金高いね。すごい水。うどん食べるんですか？あ、なんかうどん食べましょうか。初めて来たんで、ちょっと。これサービスです。これサービス。ココア3杯飲んだら、これもサービス1000円。あんまわかんないですけど、大丈夫ですか？食べましょう。大丈夫ですか？はい。人気ナンバーワンメニュー、カスうどんを2つ頼みます。OK。お願いします。こういうとこあんま来たことないですか？来たことないっすね。普通は来たことあるんですか？でも大阪やったらちょくちょくありますよ、こういうの。西成来て危険な目にあったことあるんですか？危険っていうか、ヒヤッてしたんは撮影とかも全く関係ないです。普通に夜歩いてたら喧嘩ぐらいして組合になってこかしたら、その人から出てきましたね。マジっすか。すごい。僕未知の世界好きなんで、こうやって行ったことないとか来たら、あーこんな雰囲気なんやなみたいな。悪い人もいっぱいいるんですよ。なんかお菓子食べます？どうぞ、食べてください。ありがとうございます。はい、まあまあ頻繁。これこのハートのやつにしよう。ぼったくりとかないですか？そういうのはないっすよね。じゃあ私ですね。お腹減ってます？結構ちょっと入ってます。で、また、うわこれ入れすぎたね、正直。何件目か、うん、他の人だけ映さないようにして、うんうん、どうぞ。なんすかこれ、サービス。ポップコーン。ポップコーン。イエス。ポップコーンもらいました。後で1500円払ってください。え、1500円。1500円いこう。ごめんな。これ1500円。そう、もう2つは3000円。これ、なんかフィリピンのやつですか？そう、フィリピンから。いや、日本で。違う、2個みたい高いから、違うね。1500円はわかんないですか、これ。それも多分冗談やと思います。じゃあ、開けちゃっていいですか？はい、西成なり。もしもし。あ、兄貴。あ、ゴロランク。はい。また後で行きますわ。なんか事務所行ったらよろしいね。うん、あ、ごめんなさい。了解です。ええ、歌います。もうこれ、いや、ただね、まあそこの集金だけがね、わざわし言いとらへんすわ。出ますよ、大丈夫ですか？いや、あんたに大丈夫ですか？まあ、でもわしでもよろしいですけど。ええ、終わりました。その前、コロナです。おやす。ちょっとよ。すみません、カラオケ歌っても大丈夫ですか？あ、どうぞ。違うところで歌いましょう。ここ歌いましょう。どうぞ。え、何ですかこれ。なんか歌ってください。ちょっと怖いっすね。いわゆるやつだったらいるんですか？全然います、全然います。全然います、全然います。歌っていいですか、この曲。緊張してるんですね。もうそれぞれ。ハイボールもう一杯ください。オッケー。すいません、どうぞ。あ、うどん来た。あ、でも、お、はい、どうぞ。おいし、お、うまそうだね。どうぞ。一ミロ？僕もお願いします。僕もお願いします。なんかでも、変わった店来るとどっちかって言ったらゾクゾクするタイプですね。なんやさ、だって僕は撮影じゃなかったらもう絡みたいですもん、みんなに。あらやっぱ、わしはうどんとかうまいです。どんどんうまいじゃん。それうまいかよ。うまいですよ。はい、これ兄じゃなかった。ありがとうございます。いやいやいや、なんか送る企画。あ、確かにそうっすね。なんかよかったら。え、わしはこじむちゃうしの東京から来てて、西成で送るって企画をやって。東京から。あ、仕事さんと作るな。いろいろ事情があるさね。まあ大体わかるやろ。そっから下だけ落としていく。はい。出したろこの。いや、やめてください、やめてください。兄ちゃん、呼ばれるで。大喜利。えら、すまん。はい。お前、大友でええんかいな。すまんな。東京から来たみたいで、今日。すごい有名な人で。何の有名な芸能人が。会社もいっぱいやって。何してんの成功してる人。会社通販。あ、通販かよ。まあ、頑張りや。ええ商売でしのぎまた増してくれよ。いや、若い子の方が金持っとる。何で稼ぐんですか？で、人のみたいな。ほんで、わしが、お前これどう考えた？相手にやな、2、300だしな、売るに。いわゆる、そんなんや。西成って、店入ったら全部違うんですよ。ちょっとここピリピリしたんだよね。1ミリすぎだよ。ピリピリしたんだよ。あ、いや、それ1ミリすぎ。多分1ミリすぎだよ。サービス。もうお腹いっぱいよ。利用サービス、ちょっとでも食べる。次、いっぱいサービス出てくる。あ、どこだ、怖いよ。え？ただですか？わからないね。
キャラメルチョコレートみたいな。へぇー。あ、ほんと硬っ。うん。プリンとチョコの間ぐらい。うん。あ、これうまい。冗談抜きでマジでうまい。お会計しといてもらっていいですか。はい、お会計。いくらぐらいなんですかね。そんなにいかないですよ。ごめんね。3分ぐらいじゃないですか。内緒です。内緒。これはいくらですか。これ3100円。ちゃうでしょ、いっぱい飲んだから。ごめんな。これ伝票ですか。ちょっと待って、うどん15万って言うの。だってうどん800円。日本語わからない、ごめん。いや、なぼなんすか。31万ぐらい。そう31万。もうちょい安くできないんですか。え、日本語わからない、すいません。ちょっと日本語わからない、何言ってるか知らん。どうした。いや、どうした。これは高いわ。ですよ、ね。あ、それどうだ。いやいや。え、いやいやいや、ハロドマだ。うどん15万。うどんこだろ。15万っすよ。当たり前の西原やぞ、お前。ここお前いつまでとったの、これ。やめんかい、これ。あ、はい、ないっす、持ってない。ほんなカード置いてくる。カードないっす。ほな、お前どんなすんの。借用しなきゃいけよ、これ。免許証持ってるんか。ないっすね。業務所あるやろ、これ。ないっす、持ってない。出せないでかな。いや、ほんとないっすよ。出せんかい、これ。え、なぜ言うとんじゃ。出せよ、どっちこれ。おい、警察行きます。宮崎さん、すみません。何すんねん、これ。でも今日、え、出さないのか。え、いや、ちょっと待って、何を待つんじゃ。宮崎さん、嘘待っとれねえ。宮崎さん、待っとれるわ。ドッキリ大成功です。